スーザン・メア・リー・イエーツ、通称・リリー・イエーツは、アイルランド生まれの刺繍作家で、ケルト復興運動に出版社として関与した。クアラ工業の刺繍部門を1908年に設立、1931年の解散に至るまで、経営する。著名な刺繍画の作品を残した。アイルランドのスラインゴ兼エニスクローンに生まれる。父・ジョン・バトラー・イエーツ、母・スーザン・イエーツとの間に、 長じて詩人になる、年後の兄、ウィリアム・バトラー、2歳年下のロリー・エリザベス、5歳下のマッテージャックがあった。幼少期は病弱で5歳から8歳まで母方の祖父に預けられ、スライゴーのマービルで、天地療養をしている。その後、ロンドンのウェスト・ケンジントン、エディスビラ14番地に暮らす親兄弟に合流した。家付けの子供たちには、住み込みの家庭教師、 マーサ・ジョー・イットがつき、1876年まで家庭学習を受けさせられる。1878年、一家がチジックに引っ越しベッドフォードパークの大きな家で暮らし始めたのを契機にイエーツは短い間ノッティングヒルの学校に通う。1881年、妹のエリザベスと共にダブリンのハウスに移ったイエーツは1883年に ダブリンメトロポリタン美術学校に入学。姉妹でダブリン王立教会にも在籍している。夜の風景イエーツ家がサウスケンジントンのアードリー・クレセントに転居して間もなく1887年にイエーツは病に伏せり親元に送り返されるはずだったところを肌ースフィールドのおばの家で病弱な母を交えた暮らしが始まる。しかし1年後、結局は ベドフォードパークの家族の元に戻っている。一家は、この時期からしばしばハマースミスのケルムスコットハウスへ、ウィリアム・モリスを訪ねている。手工芸運動を展開するモリスは、家計が逼迫する家へつけを見かね、自らが提唱する様式の詩集を習わないかと、リリーに声をかけることにする。後世に、アート集と呼ばれる様式である。 1888年12月10日に、モリス紹介に、就職、一周目の給金は重資リングであり、半年を待たず、1889年3月には、社内で、刺繍の指導役に昇格している。刺繍部門の経営者は、モリスの娘名で、弟子入りした形のイエッツは、1894年4月に、病気理由で退職するまで勤め続けた。会社を辞めて、 南フランスのイエールに滞在し、しばらく家庭教師として働いた間に、チョーチフスを発症すると、1896年12月に、ロンドンに帰ってくる。イエーツは親しくなった作家のスーザン・エル・ミッチェルを1897年後半から、ロンドンの自宅に下宿させた。1900年に、ダブリンに戻った後のイエーツは、妹のエリザベスとエブリン・グリーソンと共に、ダウエマー工房を組み、 自らは、法制部門の責任者になる。それまでの経緯として、メーモリスの下で勤めた合計6年は、雇い主との関係が険悪になるばかりの年月でも、あり、理由をつけて退職する原因にもなった。フランスに渡るが1895年に、ーチフスにかかってしまい、健康の不安を抱えたまま5年ほどを過ごすことになる。母親を亡くした1900年、 イエツ姉妹は親しかったエブリン・グリーソンと共にアイルランドに戻っていく。三人はその2年後の1902年にダブリン近郊に手工芸の工房を開くとダンエマーと名付ける。アイルランドの伝説的な英雄空フ林ーリンの妻の名前を取ったのである。ダンエーマー工房は刺繍の他印刷や敷物のラグあるいはタペストリー作りに絞り、 折しも成長目覚ましいアイルランドのアーツクラフツ運動で注目のギルドになる。地元の若い女性を雇うと工房の主力製品の製造に加えて絵画やデッサン、料理や縫製、アイルランド語の授業を受けさせた。工房でリリー・イエーツの担当は刺繍部門の経営で教会の内装用のテキスタイルや家庭向けの製品作りに勤しむ。 1904年に工房をダンエマーギルドとダンエマー工業の2部門に編成し直して、経営はイエーツ姉妹が行い、1908年には分社を果たす。ダンエマーの名称はクリーソンに渡し、イエーツ姉妹はダブリン近郊のチャーチタウンにクアラ工業名義で新会社を設立、小規模印刷のクアラプレス、刺繍工房を運営した。詩人のイエーツの妻ジョージも、 リリーたちの会社を手伝い、刺繍部門で医療品とリネン類の生産に当たった。仲たがいはあったものの、リリーとエリザベスのイエーツ姉妹は成人してから、ずっと生活を共にしている。1923年、ロンドンで休暇を過ごしていたリリーが倒れ重篤になると、原因は結核だろうとみなされ、7月に男兄弟の手配でロンドンの老人ホームにベッドを確保し、リリーを、 翌年の4月まで預けることにした。病状は回復し、クワラに戻ることができたものの、刺繍部門はすでに傾き始めており、その中1931年に再びリリーが体調を崩してしまう。クワラ工業の刺繍部門解散の決定が下された。当時、イエーツ本人が書き残したものが伝わっている。病気をしたというのに、どうして仕事など始めてしまったのだろう。8年間、 どれほど辛かったことか、毎年、会社が悪くなって、とうとう行き詰まってしまった。会社の部門を畳んだ後も、リリー・イエイツは、刺繍画の販売を続け、1949年に亡くなる、代表執筆者のせいの ABC 順。ありがとうございます。